ショルンドルフはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す市である。本市はシュトットガルトの東約2 6トルに一致している。この町はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。本市はバイブリンゲン、フェルバッハに次ぐレムスムル郡第3の都市であり、周辺地域の中級中心となっている。年1月1日から、 ショルンドルフは大規模軍都市となっている。本市は、ビンターバッハと共に、行政共同体を形成している。ショルンドルフ付近を流れるレムス川ショルンドルフは、シュールバルトの南、ベルグレン及びベルツハイムの森に挟まれたレムス川の、深い谷に位置している。市域内で北から来たショルンドルフ川とビースラウフ川が、レムス川に交流する。レムス川は、市内中各部を、 東から西に流れている。ショルンドルフ旧市街はこの川の南にある。ショルンドルフ市は西から時計回りに以下の市町村と境を接している、ビンターバッハ、レムスハルデン、ベルグレン、ルーダースベルク、ベルツハイム、ウーアバッハ、プリューダーハウゼン、アーデルベルク、バンゲン、ウインゲン、リヒテンバルト。ショルンドルフは中核宿と1970年代の 地域再編による合併で成立した以下の地区からなる。ブールブロン、ハウバースブロン、ミーデルバッハ、オーバーベルケン、シヒテン、ショルンバッハ、バイラー、レムス。いくつかの地区には、一部、固有の名称を持つ独立した住宅地がある。例えば、ブールブロンに属すメッツリンスバイラー・ホ富、フ、ハウバースブロンに属すメッツリンスバイラー・ミューレ、オーバーベルケンに属すウンターベルケン。 ショルンバッハに属すマウスハウプテンなどである。人口は2017年12月31日、現在の数値である。中核宿内に固有の名称で識別される住宅地がいくつかある。名称は開墾からの歴史の中で付けられたのであるが、その境界は正確に規定されていない。例えば、フックスホーフやフラウハルデなどがそれにあたる。 出展、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク、ショルンドルフは、シュトットガルトを上級中心とする、シュトットガルト地域内の中級中心である。中級中心としてのショルンドルフの担当地域には、レムスムルクン南部と東部、すなわち、レムス川とビースラウフ川の谷及びこれに接する地域が含まれる。具体的には、ショルンドルフのほか、アルフドルフ、カイザースバッハ プリューダーハウゼン、レムスハルデン、ルーダースベルク、ウーアバッハ、ベルツハイム、ビンカーバッハがこれにあたる。ショルンドルフ地域の最も古い定住跡は中石器時代のものであるが、新石器時代の痕跡はそれよりもかなり多い。これとは対照的に金属器時代の集落に関する痕跡はほとんど見られない。ローマ時代になると考古学上の出土品は 広い範囲で見つかっている。皇帝アントニヌスピウスのもと、二世紀半ばから、リーメスが前進し、前線基地が設けられた。ローマ帝国の国境線は、ネッカーオーデンバルト線から東に移動し、ロルヒ上塞から、まっすぐに、マイン川沿いのミルテンベルクまで、まっすぐに伸びるオーバーアゲルマニッシャーリーメスの新たな部分が築かれた。同じ頃のナウリーメス、すなわちアルプスリーメスは、 北に移動し、ロルヒ城塞からアイニング城塞まで新しくレティシャー・リーメスが建設された。このリーメスは、レーゲンスブルクノの直前でドナウ・リーメスに合流する。このリーメスの移動によって、レムスタールは、オーバー・ゲルマニア属州お及びラエティア属州に組み込まれた。ローマの両属州の境界は、ロルヒ城塞の東を通っていた。 リーメスの移動に伴って新しい交易路が設けられ、あるいはローマ時代以前の街道が再整備されたカンシュタット城塞周辺もベルズハイム城塞やアーレン城塞と結ばれた。この街道の現在のショルンドルフ市にあたる付近ではローマ時代からすでに多くの連絡路が設けられたが、その正確なコースについてはおおよそのことしかわかっていない。ショルンドルフにはおそらく 街道の交差点があり、それに面して宿場町が発展した。これは現在のショルンドルフの市域北端の数多くの考古学的発掘現場で証明される。また、ショルンバッハー通りからビラルスティーカ、グラーフェンハルデからマイアとメルクリウスの石板、ラムスバッハからメルクリウスの石像が出土している。1950年代から私立博物館に収蔵されている。 出土品に近年新たな評価がなされた。それから導かれる推論は、現在のショルンドルフノルトスタットには、単なる宿場町だけではなく、より大きな種類のローマ人入植地があったというもので、ある。ローマ時代の発掘地からやや西で、1955年頃、クリスタラーベイクの工事によって散乱した、服装品とアレマン人の墓が見つかった。その一部は、 ローマ時代の地層に入り込んでいた。年代測定によれば、これら出土品は6世紀半ばから700年頃の、ものであった。全体としては、わずかな出土品に過ぎないが、南ドイツでは、ユニークで、特別な考古学的興味を引くものであり、より多くの出土品に匹敵する。死者の高い地位を示すこれらの品物は、何世代にもわたってこの地に住む。 社会的に階層化された多くの人口を持つ住民グループが前提となるものである。この墓地が属していた集落がこの周辺にあったに違いないと信じられているものの、それは発掘で証明されていない。レムス川北岸の所在不明のこの中世初期集落は、おそらく遅くとも8世紀前半に放棄されたのであろう。レムス川の氾濫による洪水がその原因であったかもしれない。 それ以前の研究では、レムス川中流域に、イングイエヌやマイナスハイムを末尾に持つ地名の集落がないことから、この地域で中世初期の集落が建設されたのは、フランク人の支配が強化された以後であるとされていた。ショルンドルフは、以前の研究では、7世紀から9世紀にこの地域で行われた昔の地域開発によって形成された集落であるとされていた。 クリスタラーベイクでの発掘によってこの時代推定は6世紀にまで遡ると訂正された。8世紀になると、レムス川南岸の氾濫地層の土地で集落が発展した。現在主教会が当たっている付近の砂地の堆積層に新しい集落フデムサンドが形成され、これが中世のショルンドルフの原型となった。年代推定のヒントは、教会の守護聖人であった。 この教会は、聖バジリです。キリヌス、ナボール、ナザリウス、ケルススに捧げられている。これは、教会の創設が765年以後であることを、示唆している。この集落の名前の最初の文献記録は1235年である。ハインリヒホン・バルトハウゼンとその妻が、終身の生殖力と引き換えに、ウーア・バッハとヒュルベンの所領を、 ドルヒ修道院に寄進することを記した文書に、証人の一人として、ダイアデリカスでショーンドーフという名が記されているのである。同じ人物が、1236年のアーデルベルク、修道院の文書にも、やはり証人として登場する。この時は、ミニスティリーリス・インペリー、すなわち、ミニステリアーレとして署名している。役所としては、現在の上官の先行建築が用いられた。 ショルンドルフの死壁とその後フリードリヒ2世の教皇やロンバルディア同盟との対立で疲弊したシュタウフェン家が次第に弱体化したことをビュルテンベルク博ウルリヒ1世は自家の勢力強化と拡大に利用したショルンドルフ集落も1250年頃にウルリヒによって獲得あるいは強奪されたのだがその詳細な経緯は分かっていないウルリヒ博の下、 ミニステリアーレンブルクと関連して初めて都市風の集落が形成された。ビュルテンベルクの都市としての最初の文献記録は1262年になされている。これはウルリヒがアーデルベルク修道院にショルンドルフ市及びその周辺地域の非課税の通行を許可した文書である。本市は東に残るシュターフェン領からビュルテンベルクの主権を守るために拡大され、 防御を強化された。ショルンドルフの裁判所と死壁に関する最も古い記述は1299年になされた。これによれば、死壁は最初マルクト広場と上館の間の現在の旧市街の一部を囲むだけであった。西に位置するフデムサンド村は死壁外の衛星集落として存続していた。14世紀になると、教会や 境界広場を含む衛星都市が壁に囲まれて取り込まれていった。この、いわゆるウンターシュタットと、東の、いわゆるオーバーシュタットとの間にあり、当時は、まだ残っていた堀は、14世紀から15世紀に埋め立てられ、マルクト広場が設けられた。ビュルテンベルク博は、何代にもわたって攻撃的な拡張政策をとり、その拡大を阻止しようとする帝国や帝国都市と、 繰り返し紛争を起こした。ショルンドルフ要塞は、ビュルテンベルク領の東の入り口にあたり、繰り返し戦闘の舞台となった。皇帝ハインリヒ7世は、ビュルテンベルク博エーバーハルトに抵抗するいくつかの帝国都市と協力して帝国戦争を遂行し、これによって博はほとんどすべての所領を失った。ショルンドルフも包囲され、占領されて帝国戦争において、 エヴァーハルト博の主要な敵であった、帝国都市エスリンゲンに移譲された。皇帝の死後、ルートビヒ4世を王に選出し、対立王、フリードリヒ病を否定した1314年の選挙、以降の政治状況は、総合的に、ビュルテンベルクの敗北であった。エーヴァーハルト1世は、みに王と対立王の間で策略を用い領土の損失を取り返しただけでなく、 カゾ王も勝ち得た。これによりショルンドルフも再び、ビュルテンベルク領となった。1316年にリュートビヒ四世王は、彼のいとこで敵対者である、フリードリヒ病と戦うためにエスリンゲンへ向かう、途上でショルンドルフの、死壁前に陣を敷いたが、町を攻撃することはなかった。ビュルテンベルク博ウルリヒ三世、エーバーハルトの息子で、後継者のビュルテンベルク博ウルリヒ三世は、 巧みな外交的手腕で表面的に対立することなく両の間を取り持った。フリードリヒの死後、彼はルートビヒによって、ニーダー・シュバーベンの大官の地位を与えられた。賢明なウルリヒは、こうして得た帝国レベルの政治的な重み、地域同盟政策、彼の妻の嫁しと相続財産によって、戦うことなく、ビュルテンベルク領を拡大することを可能にしたのであった。 1336年皇帝の地位についたルートビヒ4世から彼はボーストライターとライクススタームフォンリッチの名誉ある役職を与えられた。この時代にはショルンドルフ要塞も戦闘抑止力を保持していた。1347年にルートビヒ4世は改めてショルンドルフに滞在した。今回は平和な目的であった。数ヶ月後の1347年12月に 彼の後継者であるカール四世王をこの町に迎えた。両者はショルンドルーフでこの町の重要性を強調する文章を発行している。ウルリヒ三世の息子、エーバーハルト二世博とその共同統治者である弟のウルリヒ四世の統治したビュルテンベルクと帝国都市及び帝国との紛争が再燃した。博兄弟は権力を乱用し皇帝から与えられた 大官職を利用して、その管轄地域に位置する帝国都市を抑圧した。不当な侵害や平和政策の要望拒絶により、カール四世は帝国都市の要請を受けて、ビュルテンベルクに対抗するための帝国軍を動員せざるを得なかった。皇帝はアーレンを経由して、レムスタールを侵軍し、ショルンドルフ近郊で戦闘状態に入った。異なるルートを通った。 カールの新たな補給力が差をつけた。二人の白兄弟はショルンドルフに退却し、カールの軍勢に包囲された。数日後、カールが周辺地域を荒らし回らせたため、ビュルテンベルク白は最終的に降伏し、町は皇帝軍に占領された。シュパイヤー司教、アウクスブルク司教、コンスタンツ司教の仲介で和平協定が結ばれ、カールは 本当な和平の条件に満足した。エーバーハルト博はビュルテンベルク家の家督を孫のエーバーハルト3世に譲った。その知性は平和重視の近隣諸侯及び帝国都市との同盟政策で特徴を付けられる。この政策はショルンドルフにも大きな戦闘のない平安な時代をもたらした。エーバーハルト3世の死後、ショルンドルフは 未亡人、エリーザベトの隠居所として用いられた。彼女は1430年に、ここで亡くなった。1431年にこの町は、王で後に皇帝となるジギスムントと、教皇施設のジュリアン・スーキ教をもてなした。1442年のニュルティンゲン協定に基づく、ビュルテンベルク伯領の分割。ルートビヒ一世とウルリヒ五世の伯兄弟は1441年に、 領土を分割した。1441年4月23日付の文書が残されている。ウルリヒはシュトゥットガルトを旧帝都市として両方の東部と北部を、ルートビヒはウーラハを旧帝都市として両方の西部と南部を得た。これによりショルンドルーフはビュルテンベルクシュトゥットガルト白領に属した。もともとは4年の期限付きであった、この領土分割は 早くも1442年1月25日のニュルテンゲン協定によって無期限の分割が確定した。ルートビヒ1世とウルリヒ5世は1446年7月6日にショルンドルーフでマインツ大司教、ディートリヒ、プファルツ先帝公、ルートビヒ4世、オーストリア公、アルブレヒト6世及びその他諸公と共に2年間で ハイドース時の強盗を撲滅する同盟を結成した。1449年7月9日、ウルリヒゴセイは、宮中派クルートビヒ四世の未亡人、マルガレーテフォンサボイと結婚する際、彼は、ショルンドルフ氏とアムとショルンドルフの収入を教え、敬意を払うように書き記した。マルガレーテは、実際に、ショルンドルフ氏とアムとショルンドルフの本当の女領主として振る舞っていたことは、 1454年に彼女がコンラート・フォン・ローマースハイムにショルンドルフ近郊のバイラー村をその居所として書き記していることに現れている。1482年のミュンジン間条約と1492年のエスリンゲン条約によってエーバーハルト・ヒゲ・ハクとエーバーハルト・ロク・セイ・ハクは両方分割を撤廃した。両方の一体化とビュルテンベルクにおける 長男相続性が法的拘束力を持つことが確定し、ビュルテンベルクがその後公爵に昇格する前提条件が成立した。1495年からショルンドルフは新たに創設されたビュルテンベルク公領の一部となった。アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたショルンドルフこの町は1634年にバルタブトラーヒキール 皇帝軍に占領された後、ほぼ完全に消失した。1688年にショルンドルーフの女性たちは、アナバーバラ・バルヒの指揮のもと、エゼケールディー・マ将軍機下のフランス軍による要塞脱出を阻止した。アムト・ショルンドルーフは、1759年に、オーバーアムトに昇格したが、1806年に、いくつかの町村が隣接するアムトに移管され、縮小された。 1834年3月17日、高速で軽量なガソリンエンジンの発明者であるゴットリープ・ダイムラーがヘルガッセで誕生した。1861年にレムスタール鉄道が開通し、ショルンドルフニ駅が開業した。1938年のビュルテンベルク王国における軍の新設に伴いオーバーアームトは廃止された。 ショルンドルフ周辺地域はすべてバイブリンゲン軍に組み込まれた。ナチ時代、性的の追求が行われた。その対象には、社会民主主義の市議会議員で、オーベラー・クーベルク強制収容所に収容された、ゴッドロープ・カム、スピード地区議長かつ労働組合役員で1945年に、マウトハウゼン強制収容所で落命したハインリヒ、タルモン・グロースが含まれる。本は通りに、 彼らの名をつけて追悼している。ショルンドルフのブルクシュロス1943年秋からブルクシュロスに秘密政治警察アプベアやシュトゥットガルトシタポライスとしてレノブイペルゾンの管理を担当する部門が入居した。また、ここではゲシタッポの図書館があった。第二次世界大戦末期の数ヶ月間、レムスバッハ鉄道のショルンドルフ区間はこの重要な鉄道を 使用不能にすることを目的とした連合軍の爆撃目標に繰り返しなった。この期間にショルンドルフ付近ではシュトットガルト方面に向かう旅客列車に対してアメリカ軍の低空飛行射撃が行われ、これにより運転手とボイラーマンが死亡した。1945年の終戦直前にアメリカ軍がショルンドルフの門前に進軍したが、 地元の国防連合はこの町を防衛することを決めた。しかし最終的には、後にこの町の名誉市民となるバルター・アルノルトが、進軍してきたアメリカ軍に抵抗することなくこの町を、明け渡した。これによりショルンドルーフの歴史的建造物は、戦闘行為によって傷つけられることなく、今日まで保存されることとなった。ショルンドルーフの人口は1963年に2万人を超えた。 これを受けて、市の行政当局は大規模軍と市への昇格を申請し、バーデンビュルテンベルク州政府は1967年1月1日の発行を決定した。1972年から1975年までの間に隣接する7町村が合併し、1973年1月1日の軍の新設に伴い、レムスムル軍の一部となった。 2005年にショルンドルフで、バーデン・ビュルテンベルク州の郷土の日が開催された。以下の町村が、ショルンドルフ市に合併した、ショルンドルフの人口スイーズ、ショルンドルフ福音主義市教会聖令協会、ショルンドルフははじめコンスタンツ市教区に属し、アンテネムス女祭長区に組み込まれていた。ビュルテンベルク公領に帰属したことで、残りの同公領と同じく1534年に、 宗教改革が行われた。ショルンドルフは、その後何世紀もの間プロテスタントの町であった。この町は、ビュルテンベルクの福音主義地方教会内の監督官、所在地であった。もともとは、ショルンドルフ市教会組織だけがあり、教区教会の他には、多くの礼拝堂がこれに属していた。組織の急速な拡大に伴って、1971年に、 パウルス教会とユーワ教会が分離された。これら3つの教会組織は、ショルンドルフ総合教会組織を形成している。現在、ショルンドルフに属すしくもかつては、ビュルテンベルクに属しており、従って、プロテスタントが主流である。ブールボルンの組織創始者ははじめブオホ教会区に、その後、オッペルスボーム教会区に属したが、1890年からは、 古くから独立した教会区となっていた、ショルンバッハ教会区に属した。しかしブールボロンは1971年から独自の教会である平和教会を有している。ハウバースボルンは独自の教会組織を形成している。ミーデルスバッハは、はじめロルヒ教会区、その後、オーバーウーアバッハ教会区に、1807年から1989年までは隣接する。 シュタイネンベルク教会区に属したが、1967年以降、独自の教会クリストス教会を有している。オーバーベルケンは初めは同じくロルヒ教会区に属したが、その後、フンツホルツ教会区となり、1859年にウンターベルケンと共に、独自の教会を形成した。シュリヒ秘典は長い間、ビィンターバッハ、教会区の司教会であった。19世紀に、 独自の代理教会区、1859年に独立した教会区を形成した。この教会区には隣接するバイエレックも含まれる。バイラー、レムスは長い間ショルンドルフの市教会であったが、1852年に独自の教会を設けた。ショルンドルフ市のいずれの教会組織もショルンドルフ、監督管区に属す。19世紀にカトリック信者が再び、 ショルンドルフに現れた。1907年にショルンドルフにカトリックの聖マルティン教会が建設され、1917年にショルンドルフは独自の司祭区となった。1955年に新しい聖霊教会が建設され、1970年には改築がなされた。古い聖マルティン教会はこれ以後礼拝堂として利用されている。ショルンドルフ教会には、 ブールブロン、オーバーベルケン、ウンターベルケン、ショルンバッハ、ハウザースボルンのカトリック信者も属しているが、ハウバースボルンには1955年に独自の教会聖ボニファティウス教会が建設された。ミーデルスバッハのカトリック信者は、ルーダースベルクの聖三味一体教会に、バイラー、レムスのカトリック信者は、ビンターバッハのマリア非常天教会区に属したが、 1966年に、バイラーに、独自の教会聖ステファノス教会が設けられた。これらのカトリック教会はいずれも、ロッテンブルクシュトッガルト市教区、レムスムル首席サイ区に属す。これらの二大キリスト教会の他に、ショルンドルフには自由教会も存在する。例えば、福音主義メソジスト教会、福音主義自由教会、フォルクスミッションショルンドルフ EV のキリスト教、 センター、スカラなどである。また、新首都派協会、クリスチャンサイエンス、セブンスデーアドベンチスト教会、キリスト社共同体、エホバの承人がショルンドルーフで活動している。2005年5月、ハンマーシュラーク産業地区にモスクが完成した。ショルンドルーフ市長者ショルンドルーフの市議会は、選挙で選ばれた32人の名誉職の議員と、 議長を務める上級市長で構成されている。上級市長は市議会で投票権を有している。ショルンドルフ氏のトップについて、1290年に12コンスルズセウジュディススと記されており、1264年からは一人のスカルティタスとされている。14世紀にはアムト・ショルンドルフ全体を統治するアムトマン、その後はウンターフォークト、フォークトがいた。 ショルンドルフのオーバーフォークとの下2755年までアムトバイブリンゲンとアムトヴィ年ン,ンがあった。15世紀には裁判所の代表として一人のビュルガーマイスターが現れた。その後4人のビュルガーマイスターと8人の判事がいた。市のトップは1819年からシュタットシュルダイス、1930年からビュルガーマイスターと呼ばれるようになり、 1967年1月1日の大規模軍都市への昇格に伴ってオーバービュルガーマイスターと呼ばれるようになった。上級市長は8年ごとに直接選挙で選出される。彼は市議会の議長を務める。上級市長の代理人が公的にはエルスタービュルガーマイスターと呼ばれる第一副市長と公的にはビュルガーマイスターと呼ばれる第二副市長である。 第二次世界大戦後の主張、図柄、長部は金色で、その中に横向きに配置された黒い鹿の角。主部は赤字で、半上に向けて斜めに交差する2本の金の隙。死の旗は金赤である。この紋章と旗は何、世紀も前から使われている。ショルンドルフの最も古い姉妹都市協定は、フランスのチュールとのものである。 この協定は1969年に締結され、その後の一連の姉妹都市協定の講師となった。しかし、次の姉妹都市協定が締結されたのは1990年代初めになってからであった。ドイツ再統一後の1991年にチューリンゲン州のショートシカーラと姉妹都市協定を締結した。1994年にイングランドのベリー、 1996年にアメリカ合衆国のタスカルーサ。1998年にイタリアのドゥエビルテがこれに続いた。スペイン、バスク地方のエレンテリアとの最新の姉妹都市協定は2012年に締結された。ショルンドルフの姉妹都市関係は1981年に設立されたショルンドルフ姉妹都市協会 EV によって維持されている。バイラン、レムスシクは 1966年からオーストリアのラーデンタインと姉妹関係にある。ショルンドルフ市内を4車線に拡幅された連邦道 B29 号線が通っている。この道路はバイパス道路として整備され、中核宿の北部を通っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A8 号線のアイヒエルベルクのインターチェンジである。ショルンドルフ市はロータリー交差点の建設において、 連邦のパイオニア的存在であり、数多くのロータリー交差点があることで、都市プランナーに知られている。このため、グローセ・クライゼルシュタットというニックネームを有している。ショルンドルフ駅、ショルンドルフは、レムス鉄道とも呼ばれる鉄道シュットガルト、アーレン線沿線に位置している。ショルンドルフ駅には、早朝と夜遅くにインターシティカールスルーへ、ニュルンベルク線の列車が停車し、 シュトットガルト S バーン S2 号線の起点となっている。ショルンドルフから北向きにルーダースベルク行きのビースラウフタール鉄道が運行している。この鉄道の市内の停車駅はこの他にハンマーシュラーク、ハウバースブロン、ハウバースブロンミッテ、ミーデルスバッハシュタイネンベルクがある。さらに市内には多くのバス路線がある。いずれの路線もシュトットガルト交通。 運賃連盟の統一料金で運行されている。ショルンドルフでは特に電子工業と機械製造の会社が稼働している。かつて繁栄した比較産業はほとんど過去のものとなっている。ショルンドルフの主要な企業は主にスポーツ科学分野で知られるカール・ホフマン出版はショルンドルフに本社を有している。歴史上の会社、ショルンドルフでは日刊誌、 ショルンドルファーなハリヒテント氏の広報室やクラブ、協会の広報、報告が掲載される、週刊誌、ショルンドルフ・アクテュール、ショルンドルファー防ーエンブラッドが週刊誌として、刊行されている。シュトットガルト上級地方裁判所ショルンドルフには、シュトットガルト上級地方裁判所管区及び、同地方裁判所管区に属する裁判所がある。また、税務署や、レムスムル軍の軍役場所がある。 本市は、ビュルテンベルク福音主義地方協会のショルンドルフ協会管区の本部所在地である。ショルンドルフには、レムスムル軍に2つある技術、救援活動組織地方連合のうちの1つの本種所在地である。シュロスバルシューレショルンドルフには、一般教養義務ナジウム2校、技術義務ナジウム1校、経済義務ナジウム1校、実家学校1校、作業実家学校を含む、 本家庭、基礎家庭学校2校、作業実家学校を含む、本家庭学校1校、養護学校1校、中核宿の基礎家庭学校3校、職業学校センター2校、バイラー、レムス、オーバーベルケンショルンバッハの各地区に1校ずつの基礎家庭学校がある。ブールブロンシクには、ベルグレンに本校がある。ブールイコールフォルダーバイスブーフの文校がある。レムスムル群は、 グラーフシューレとヨハンフィリップパルムシューレ、および、精神、身体障害児のための学習幼稚園や、言語障害児のための学習幼稚園を有する精神、身体障害者のためのフレーベルシューレの運営者である。ショルンドルフ夜間実家学校、EV、ジュニア音楽学校、ショルンドルフ運と産毛文句 EV、ショルンドルフ市民大学、EV がショルンドルフの教育環境を保管している。 クラブマニュファクトゥールクラブマニュファクトゥール EV は、政治、音楽、演劇、ダンス、プログラム映画を含む文化活動を行っている。ショルンドルフ文化フォーラム協会は、ボランティアの参加者によって文化プロジェクトやイベントを組織している。文化フォーラムは、彫刻収入路を整備しており、そのために、ユルゲン・エルツ、ティム・ウルリヒス、エイリヒ・ハウザー、ロベルト・シャット、 その他の芸術家が40以上の彫刻作品を制作した。キュンケリンハレフィギューレンテアターフェニックスは老若向けの劇団である。ここではテーブルフィギュア、マリオネット、影人形、パペットなどを用いてメルヘンや、例えば児童文学などの文芸作品の演出を行っている。定期的なコンサートや演劇の上演がキュンケリンハレで行われている。 このホールは、アンナ・バルバラ・バルヒ・キュン・ケリにちなんで名付けられた。この他に、旧比較工場レームでは、野外演劇、テアトロ・ザ・リが開催される。これは、週末ごとに、アマチュア劇団が、演劇上演を行うものである。ショルンドルフ市立図書館は、市の公共図書館で、約6万1000点のメディアを収蔵している。2009年の貸し出し件数は、 三十万五千四百件であった。私立博物館芸術ギャラリーや技術博物館には以下のものがある。ショルンドルフの歴史的中心街は、その全体が保護文化財となっている。歴史的旧市街の、とりわけ市場の泉を持つマルクト広場や数多くの歴史的木組建築は、ドイツで最も美しい街並みの一つに数えられる。ここには、 1726年から1730年に建設され、この町の象徴的建造物となっている視聴者がある。その裏壁には1965年に作成されたショルンドルフの女房たちのモザイクがあり、その前にゴッドリープ・大村記念碑、そこから遠くない場所にパルムシェ薬局、ガウプシェ薬局、バルヒキュンケリン旧宅がある。マルクト広場の西側には、 1477年建造の福音主義史教会がそびえる。教会広場には、私立博物館が入居している、旧ラテン語学校がある。ベストシュタットの教会裏に、ハウスアーム・グンプブルネム及びその向かいにはシンメトリックな、ハウスアウフ・デアマウアが、下部沿いあるいはそれに組み込まれて建っている。この風変わりな家で名誉市民のゴットロープ・カムが生まれた。現在この建物には、 コミック博物館が入居している、ショルンドルフのマルクト広場。向かって、左端が視聴者、中央の木組建築がパルムシェ薬局、その右の斜め向きの木組建築がカウップシェ薬局、その右側にマルクト広場の泉。マルクト広場の東には、かつてのシュピタール、私文書館、ブルクシュロスがある。上巻は1538年に、 ウルリ飛行によって建設された城で贅沢に費用をかけた両方防衛の柱であった。上官は、教会の内人と並んで、1634年に、市の大部分を海人に介した大化を切り抜けた古い部分を残している。水をた,たえた城の掘りに、1913年に後期有限としている様式で建設され、保護文化財に指定されている旧営林書がある。 城官庭園のさらに東側に精霊教会がある。これはカトリック信者の増加に伴って1952年から1955年に建設されたものである。都市景観を形成するその塔は1960年代に建設されたものである。ウンテラー・マルクト広場の東側、ヘルガッセにゴッドリープ・ダイムラーの聖火があり、博物館が入っている。また、この通りには、 旧アルテバートがある。旧アルノルト帝旧市街の東部、歩行者専用区域のメインストリートである、ヨハンフィリップ・パルム通りの終点にあたる、シュタットハレンゼーのアゼに、旧アルノルト帝がある。ここには、市民大学が入居している。これは、ショルンドルフで、鉄製家具工場を営んだ、起業家のアルノルトが建てたものである。鉄道沿いには、いくつかのオフィスが入居する。 アルノルトギャラリーがある。これは内視外拡大のモデルプロジェクトとみなされている。駅前に独特な1962年に建設された信号所がある。これは法ーゲージの鉄道模型のアイテムとして販売されている。ロッチング通りのツィーゲライゼに2008年3月に屋内プールのオスカー・フレヒ・ゼーバートが開業した。これは1964年に建設された古い ショルンドルフ屋内プールに代わるものである。ショルンドルフ西部のバウムバーゼン工業地域にある高さ90メートルの鉄筋コンクリート製の通信塔は、ショルニというニックネームで知られている。ショルンドルフの地区には以下の教会があるハウバースブロン福音主義教会は、16世紀初めの教会建築で何度も増改築を受けた。オーバーベルケン教区教会は、 1490年に建設された教会堂が建っていた場所に1859年に建設された。この教会は1974年にさらに改築された。簡素な福音主義教会は1717 17年に塔を持たない長方形の建物として建設された。先代の1460年に完成した礼拝堂は1707年に消失した。 ショルンバッハ福音主義協会は1472年に建設されたが、新道は1722年に初めて建設された。シュタットハレン税とや揄されるパルク税街の中心部に様々な緑地や公園がある。例えば、ブルクシュロスに付属するシュロスガルテンなどである。中心部の東側にパルクアムパルク税がある。この公園は、かつてのアルノルト定定園と、 建設ミスによって作られた池からなる。ここには、シュタットハレが建設される計画であったのだが、建設用のくぼ地が水で満たされてしまったのである。このため地元では、シュタットハレン勢と揶揄され、報道では、ラゴブラマビルとも呼ばれたが、公的には、パルク勢と呼ばれる。この公園と、池は2010年に完全に新しく作り直された。公園内には、 長さ12.5メートルの木星海賊船があり、子供に遊具として用いられている。ラインホルトマイヤーの墓場館庭園の南、精霊教会の近くにあるてフリートホーフがある。ここには重要で芸術的に価値のある墓石の他に様々な種類の豊かな樹木があり、憩いや行楽に利用されている。スマートで小さな礼拝堂が目を引く。 バーデンビュルテンベルク州初代首相、ラインホルトマイヤーはこの墓地に埋葬されている。この旧墓地には1989年に芸術家、ラインハルト・シェラーがファシズムによる迫害とその犠牲者を追悼する記念碑を建立した。ナチの絶滅収容所を逃れたショルンドルフのシンティロマ人の家族が1988年に初めてここを訪れたことは一つの事件であった。 精霊協会の向かい側、最初の姉妹都市にちなんで名付けられたトゥラー広場にはフォイアーゼがある。その南に公園ライプレアンランゲがある。これはかつて資産事会員の屋敷に属す庭園であったが、現在は一般市民に公開されている。ドイツ全土で知られるショルンドルフのスポーツクラブが1908に設立された ASV バウクネヒトショルンドルフである。 このクラブは1975年にレスリングのドイツチャンピオンになった。このクラブのレスリング部門は2013年シーズンにはランデスリーがビュルテンベルクに属していた。STV ショルンドルフの体操部門も1994年にドイツチャンピオンとなった。最も会員数の多いスポーツクラブは SG ショルンドルフである。ショルンドルフ市は ザイトングスフェアラークバイブリンゲムと共同で2008年から毎年、その年に活躍した男女スポーツ選手及びチームを表彰している。ゴッドリープダイムラーラインホールトマイヤーの成果これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。